行きますよ。今日の企画はガチ妹が立ちもどっきり。なんだこの企画。すいません、ちょっとオープニングいつもと違いますがね、はいはい、ガチ妹です、人間さんの、はい、まゆさんです。まあ久々ですね、本当に人間の妹、まあ、顔見たらわかると思いますね、ガチだから。でそんなね、人間の妹が立ちんぼをしてたらびっくりするんじゃないかなっていうことで、そう、恐る恐る LINE したら全然いいですよって感じで帰ってきてビビってるんですけど、さっきオープニングにして撮ったんですけど、人間と元気は今立ちんぼナンパみたいなの偽企画撮ってて、立ちんぼ届きたーい。おおそこに、まあ、妹がいてその反応を取るということで、クズじゃん本当。まあまあ、でも本当に許可は得ましたので、はいはい、妹からも、はい、OK ということで、社会人ですからね普通に。そうですね。そのお母さんね。まあそうね、安子に見られたらまずいけど、安子さんっぽい。てかこんなさ、安子とか勝手に名前出してやばいよね。やばいよね。まあいっか。真剣なさすぎやろ人の両親に、はい、ということで今からちょっと本当にちょっと奥方に行きまして、はい、立ってもらいまして、はい、人間さんが見つけてどんな反応するのかやっていこうと思います。最新の注意を払っていきます。はい、場所変わったね。嫌なんやけど俺ここに立ってんの。いつもここにいるよね。はい、いつも立ちもがいる場所なんち、ここは。ただ、うん、大久保公園のそうね、裏側にね、裏側に行ってきました。やりましたね。ちょっとやっぱ緊張感あるね、やっぱそこら辺ね。いや、あそこでナンパすんのやべえわ。やばいね。なんか冷やかしならどっか行ってとかすぐ言われそうじゃない。可能性はある。考えますよ、頭使ってやりましょう今回は。じゃあ行きます。人間近っ、大丈夫、もういっか。そもそも立ちんぼなのかっていうね。何、こんにちは、何やってるんですか、そんな寒いところで。待ち合わせ、この後。あ、待ち合わせか、普通に。なるほど。この後、もうどっか行きます。じゃあこの後7時に待ち合わせなんで。今何時ですか。10時。あ、じゃあ時間ないですね。すみません、もしよかったら今度ご飯でも行きませんか。今度、はい、いいですよ。え、マジ、それはいいんじゃん。じゃあ何もしてください。なんでいいの、なんでいいのっていうの。わかんない、ちょっと待って。逆にダメなのかダメってことはないけど。あ、そうなんだ、ありがとう、じゃあまたね。なんでいいのみたいな聞いてなかった、元気。なんでダメなのって聞かれた、逆にあ、ちょっと我々の常識が通用しない場所なのかもね、ここは。多分そうです、多分そうですね。やっべ、これやべえな、マジでやべえ。いや、マジで俺ここにいる、怖い、マジで怖い。こんにちは。おお、怖い。音楽聴いてた？ライン打ってた。ライン打ってた？寒い？足だ、足寒いじゃん、絶対。爪の先が冷たい。爪の先が冷たい。頭に行こうよ。え？居酒屋でもなんでも。え？ホテルでお金？お金払ってたと。元気はただのナンパしに来た男ってことよね、立ちんぼと知らず。え、どういうこと、お金。あ、女の子に投げる。あ、なんかそのホテルに行く行かないとかはいいんだけど、飲み行くとかはダメなんや。金額。それは 店の金ってこと。お小遣いは与えない。お小遣い。あー、なるほどね。やっぱそうなってくるか。普通に可愛かったから声かけちゃいます。ごめん ね。お小遣いちなみにどんくらい欲しいの。1万円。あー、居酒屋で1時間1万円ぐらい。それはもう絶対。なるほどね。いや、そっか、そうだよな。ごめんね、なんか。はい。やばい、はいはいはい、いやー、どうだった。いやー、もうなんか
お金が発生しないやり取りはしないから。なるほど。はっきり言われて、はい、これはどうすればいいんだ。なるほど。絶対にお金を払わしたい立ちんぼと、お金払えわないナンパし、これ対決見物だよ。これどうしよう。もうなんかあっちがもうバンバン無理無理だよ無理だよっていう感じだったから、ちょっと難しかった。いやちょっと大丈夫なんですかって本当に。なんでなんですか。え、そのなんで来てくれるのっていう。確かに。え、なんか別に断る理由。かっこいい。兄貴にも見習ってもらいたいね。確かに。即答。かばうことないや。すいません、本当休日に申し訳ないんですけど。確かに休日よ。ね、日曜の夜に明日は仕事しようだって。仕事。いや、すいません。ね、そうね。今日はちょっとその。立ちんぼになってもらうっていうストレートですよ。まあまあ、うち一応立ちんぼする場合の、あ、そうね、対応したことあるからね。確かに確かに2、3回なってるんですよ、うん、なってるあの企画で立って同じとこ立ってるんです。そうそうそう、まあ、でも本当可愛いからね。いや、そうなよ。ちょっと人間が話しかけたりする前に普通にやばそうやからね、既存の方々に話しかけたりするから。確かに確かに、まあ、しっかりそこは私たちも守るんで、うん、あの皆さんクレーム入れないようにお願いします。大丈夫ですか。大丈夫です。一応最終回、証拠は抑えました。はい、ちゃんと許可とか、はい、現地取りましたね、これ大丈夫です。取り次ぎ。こんにちは、こんばんは。こんばんは。日本人ですか、うん、あ、日本人、うん、へぇ、綺麗だね。目だけね。うん、目だけね。目だけなの。それ以外何やってる人、普段は。あ、普段、うん、そんなの答えなくても。あ、いや、可愛いなと思ったんで声かけた。でも今から暇してんの、うん、行く飲み、うん、飲みはいや、うん、何したいですか。これはホテル、ホテルっていうのは立ちんぼ。それはお金払ってと、うん、ホテル行くと。なるほどね。どこホテル、ちなみにどこら辺ですか、うん、あの今ホテル行けって言わないんで、ここのちょっと移動し、歩きながら話しません。あれ歩いてみる。あ、それはいいんだ。え、行ってみる。行けんのかい。普通に可愛かったから声かけちゃっただけなんだけど。ナンパとかはされるの普通に。されるけど普通にガン無視だね普段は。え、今日は何、あ、じゃあ本当は無視されてたってこと俺、はい、なんで無視してなかったの。え、なんとなく。嬉しい。そうなんだ。そっかそっか。何歳ですか。95。俺ああ近いっすよ、2個下か。彼氏とかいないの。え、作るかな。あ、そっか、セフレとかいいの。じゃあそれもめんどくさい。あ、それもめんどくさいね。じゃあ俺がさ、例えばさ、また東京来た時に飲まんでもいいんだけど、うん、遊ぼうよとか言ったら遊べない。え、それは無理なの。なんで。え、基本一人だから、一人がいい。そういうこと。2回目会うのは無理と。へ、うん、あれどこ行った。え、どうしたどうした。これ なんで離れた。いやいやいや、どうよどうよ。ちょっと惜しかった。惜しいって何。いや、そのなんで行った。なんか急に電話来たふりかなんかしたんけど、電話出てどっか行っちゃった。あー、なるほどね。いやちょっとまあ難しいね。いや、すごいね。滑り出しはいけたってことね、軽く。うん、惜しかったな。まあでもやっぱあっちはこの流れのまま金出させようっていう気持ちなんだよね、あっちは。俺が別に金出す気ない男を出させようっていうための時間だけど、はいはい、俺は、はいはいはい、出さずに行こうっていうあれだから、多分そこでぶつかっちゃったっていう。はいはいはい、やっぱどうしてもそこがあるんだな。あるんだ。じゃあ会議するか。会議しましょう。会議しましょう。はい。おっと。だから両手広げてちょっとグループ回ってもらってもいいですか。え、いきますよ。はい。イン大久保。ありがとうございます。市場挟んないって市場って何ですか。市場ってか、うちらの子が完全オナニーじゃん。はい、ここで待ちつつ、兄は今会議をしてるので、多分ちょっともうちょい待ちがあるから、で俺も元気に連絡してた。そしたら回すのが大変なんですよ。じゃあ、お手足ですよね。はい。
そう、ここでまた気持ちしてるだけで多分違うなと思って仕事探してないんですよ。あ、ちょっとごめんなさい。あ、ちょっといろいろあってすみません。いろいろあって本当に申し訳ない。本当にいろいろあるからね。展望するような経験なんかないと思うから申し訳ない。したことないですよね。いや、ないわ。あったら困るよ。いや、分かる。いろいろあるから。マユだってそういう日もあるかもしれんし。今日の企画は、心が大変ですね。さっきのもなんか、連れ出してる時もなんか、なんとも言えない気持ちだった。もうなんか、そういうのいい。はい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 。現場でね、一緒になるとそう感じるんだ。そうね、本当に俺は お呼ばれしてないって感じがするね。はい、なんでお金なんだ。人間さんに次はあのバトンタッチします。カタカナみたい一回。あ、確かにね。俺だったらもしかしたらいける可能性もあるし。一応、まあ、元気よりかホームだからね。いつもが。はいはいはい。意気込みは？ん？ごめん、意気込みは？なんでその合コン戦記これ。違う。元気ちょっと連れ出してましたね。僕はニューハーフいます。おお。一発目か。一発目ニューハーフ。対女性だと勝てるわけがないから。そんなことはもうこの4年間ぐらいで分かってますから。ニューハーフ行きましょう。残念。いたよね。なんか2人組ね。多分ね、ポイツ。多分。了解です。うん。で、作戦もあるんで。一応。じゃあ行きましょうよ。うん。なんか、ちょっと。大元気から来た LINE では、人間がニューハーフ行く下りを撮りたいみたいな言ってるらしいから。撮ってる。なんか手振ってるんだけど、怖い。撮ってる。こんばんは、撮ってる。MV でも撮ってんの？ちょっとごめんなさいね、本当に。ちょっと。眉を聞き、一旦どうする？もうちょっと、一旦こっちいる？いいよ。人間さんの声で報告してるその人間のということで表明しました。あ、いった。すみません。あれ、今って何されてます？遊び？あ、何の遊びですか？セックス。うわー、来たしたいです。ました。したいです。いちご。いちごか。まあまあでもお金がかかる。そうだよね。まあちょっとまあまあ一旦ちょっと歩きこっち寒い寒い。ちょっとじゃあちょっと待ってそういうことどういうこと怖っ。お前が持ち帰られる。ちょっと待って、買っていい、これ買っていい。買う買っていい。食べ歩きデートしよう。ちょっとじゃあ待って待って、デートするんかい。あ、チーズハットク。はい、一本。ああ、いいね。あ、食べる？ああ、じゃあ2本。2本。すいません、ちょっと待機が長いんですけど、人間今ニューハーフとハットク買いに行ったらしいんで、ちょっとごめんなさい。何言って。申し訳ない。これ使うの黙ってる。ほぼ使われないとも知らずに。何言って。すいません、引き続き待ちましょう。すいません、マジで。本当にデートしてる。いや、ダメ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 。ほら、マジで。あ、違います。あ、チーズ飲みたいじゃん。めっちゃかぶる。おい、ふざけんな、こいつ。あ、いいよいいよ。あ、あれか。え、かわいいのか、この人。あ、どこ行った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 。あ、ちょっと待って。どこ行くの？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 ホテル行きたいの。おっと。え？ホテル代はどっちが払うの？ホテル代はどっち払うの？払ってくれる？え、嘘、あれか？払ってくれんの？え、どういうこと？払ってくれんの？え、どういうこと？え、マジ？え、成功？人間、ホテル入ったらしい。え、おい、マジ何してるの、あいつ。あいつさ、こういう時に限って成功するの何なの？だるいって。え、ニューハーフって？そう、しかも0円で。何してんだよ、あいつ。いや、てかまあ、そのお金払わず行けたってことなんだ。おい、でも最初マジで
無理、なんかお金いらないみたいな。結局請求されたんや。いや結局請求されたわ。一緒に2人の時間を楽しみませんか。あ、1万5000円ね。え、でも無理、ダメダメ。あー、そっか、タイプじゃない。なんか言葉が分かんないからさ。うん、そういうことか。コミュニケーションがうまく取れてなかったんだと思う。なるほどね。うっそー、もう一周やな、じゃあ。マジかよ、もう一周です、これは。マジかよ。さあ、こちらカメラマッチでございます。めちゃめちゃ隠れたところやってるんですけど。あ、やばい、ほら普通の人話しかけてる。あ、すぐ去ってきました。もう損切りも早くなりました。マジさん、もうすぐ来るって。もうすぐ来るらしいです。もう前向いててもいいかな。じゃあ、行っていい。いや、そっちは無理、そっちは無理。あ、いた。あ、来たぞ、来たぞ、来たぞ。どっち、前から見てどっちが。すみません、今って何されてますか。方行ってるんで、手前の違う方行ってます。わかりました、ありがとうございます。左の人も今空いてる。この人空いてる、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 空いてる。え、どうした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 。え、来て何が、何して、え、何してるの。2万円ですって言って、2万円です。何がじゃなくて、って、え、2万円で、はい、2万円やめろお前、こんなこと。え、何してんの。冷やかしですか、冷やかしですか。あ、冷やかしですか。いや、冷やかしじゃなくて、誰か分かってる。誰か分かってる。2万円ですの1点張りで、2万円で、2万円ですだけで。お前誰か分かってる。いや、2万円。いや分かってて言ってんの。お前、こいつら兄弟だからだ、これ。え、前より前より個別2万円です。個別2万円です。そんな言葉言うなよ。なんでここにいるの。なんでここにいるの。副業で。え、副業です。土日は働いてるんですって。お金ないから、お金厳しいから。お金厳しいんで。お金厳しいんで。いや、そうだったら相談してよ。いや、じゃあ2万で。いや、2万、何貸すよ、それは。2万は貸せる金ないだろ。純也に、純也に立てって言われたって。いや、お兄ちゃんだよ。純也に立てって言われて、純也に立て。お父さんの前で純也に立て。そんな家族で。そんなこと言うわけない。安くも立ってる、安くも立ってるって。厳しいらしくて、給料金曜はなんか安子に取らせてて、なんかあんま。おい、純平、お前いるんだろ。ほら、お前言わせてんだろ、純平。おい、寒いよ、もう。いや、遅いよ、お前。なんでコーヒー買いたの。俺らのこと待たせすぎだよ。今またこんなところに立たせてさ。こんなことに立たせな。立たせるな。危なかったよ、俺の妹を。たゲッタさんみたいなことしてるのか、お前ら。ちゃんと許可はね。俺もびっくりしたよ。何が。その企画言ったら、出ますって言ってくれたよ。お前言うな、出るって。すごいな、マジで。マジで関わるな、このやこいつらと。マジで。いや、よかった。ちょっと無事終わりました。すみません。いや、ほんちょっとお前妹を考えたがいいよ。ちょっとさあ、元気とホテル行かせる企画とかさ、パチンボとかさ、
あの野球券とかさ、むちゃくちゃだぜ本当に。いやいやいや、気持ち気が悪い。なんで OK してくれたんだ、あの人だから。なんで OK なの。はい、断る理由はないらしい。断れよ、社会人だろ、会社員だろ。大丈夫だよ、兄弟が立ちんぼで鉢合わせたら的なあれになるよ。そう、妹が立ちんぼしてる時サムネになるわね。取引先に見たらどう思う。いやエンタメ妹よ本当に。すごいわ。いやちょっと、いやえぐってくるな。何をだよ。そんなこと日常に起こるわけないんだよ。いやいいんじゃない。いやよかったっすわ。失敗した。これもう一回ない？ないよ。ええー。